ミオドコピダ目あるいは、ウミホタル目は、節足動物門甲角アモンアゴアシツナカイムシアコウ、ミオドコパウアメに属する目である。ガラメとも言う。講義には、ミオドコパウアメの原生群全体をミオドコピダ目に、含める。ここではこの講義のミオドコピダについて述べる。解散、大型、遊泳性のオストラコーダである。世界中の海に生息し、 その範囲は、潮廃体から深海、海面まで多岐にわたる。三阿目五六条下に分類される。これらは、伝統的には海ホタヌメと枝柄目、ハロシプリーダダナ、1853の二目に分けられて、きたが、枝柄目の単系統制は不確実であり、近年は三グループに分けることが多い。五浄のうちの三つは、シルルキに出現しており、 最も新しいウエカでも白亜紀から産出する。太鼓作りは4億年以上前から変わっておらず、生きている化石落ちで行く存在でもある。確認されている最古の化石は、オルドビスキのものである。現在確認されている中では、最古の性別が確認できる生物でもある。最も有名かつ普通な種として、ウミホタルが挙げられる。ミオドコーパのシルエットは全身を覆う廃坑で、 決定されており、廃坑の中に軟体部と呼ばれる本体が隠れている。軟体部には7体の付属子と1体の副眼、中心眼と呼ばれる光センサー、ー幼度が備わっている。一部の都がでは、7体の付属子の他に体側部に大型のエラを持っている。海ホタルで有名な化学発光のほか、構造色を示す解説合子構造を持つ、光学素子を備えている種がおり、 化石種においても、複眼を収めるスペースが確認されていることと合わせて、光学シグナルによる固体感シグナル伝達が行われているという考えがある。ありがとうございます。